はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。今日紹介するグラフィックデザインの歴史を変えたレジェンドはルードーフスマンさんです。ルードーフスマンさんはコーポレートアイデンティティの発展に寄与した重要人物であり、妥協を許さない姿勢で尊敬を集めた人物です。コーポレートアイデンティティというのは CI とかね、 CI 計画という名前で企業ブランドを社会に浸透させるビジネス戦略の一つとして今では当たり前のように行われているマーケティングです。ロゴを作ったり専門書体を作ったり企業の色を決めたり、それがまあ CI と呼ばれるものです。1940年代まではコーポレートイメージとか、あとブランディングアイデンティティといったようなまあ概念自体がなかったんだけど、今回紹介するドーフスマンさんが、まあ、成功という形でこの概念、まあ、このやり方を広めたと言っても、まあ、差し障りはないかなと思います。それぐらいね、重要人物だと思っていてください。そんなドーフスマンさんはある会社と切っても切れない関係にあります。それは大手放送局コロンビアブロードキャスティングシステム、通称 CBS です。ドーフスマンさんは1946年に CBS 社に入社します。その後クリエイティブディレクターになり副社長にまで上り詰めた人物です。洗練された広告から伝説的なカフェテリアの壁まで CBS の名を載せるものは全てこのドーフスマンさんが監修しました。ドーフスマンさんは1946年に軍を辞めたその年にグラフィックデザインの美しさに惹かれて CBS に入社しました。CBS 社に入社するとビル・ゴールデンさんのアシスタントとして働き始めます。このビル・ゴールデンさんは CBS 社の有名なこの目のロゴマークの制作者でもあります。そして5年後の1951年にラジオ部門のアートディレクターとなったドーフスマンさんはデザインだけではなく運営方針にも目を向けて、当時衰退しつつあるメディアとみなされていたラジオを復活させました。この当時からね、ラジオはもうオワコンだと言われてたんだね。その後ゴールデンさんの休止に伴いテレビ部門のアートディレクターに就任、1964年には会社全体のデザイン責任者に昇進します。ドーフスマンさんはデザインの重要性を深く理解していたので、あらゆる部分に自分の目が行き届くように心がけていました。これは CBS の事業規模を考えれば莫大な作業量になります。例えば報道スタジオからカフェテリアの紙カップまでありとあらゆるもののデザインを監修、しかも年次報告書などの事務書類や数々の秀逸な販促物は自らデザインをしています。この中には瞬く間にコレクターの垂涎の品となる1969年に CBS の月面着陸報道を祝して出版された月のクレーターがエンボス加工されたカバーが特徴的な単行本、1969年7月20日午後10時56分20秒も含まれています。1965年、 CBS は6番街にある豪華な新しいビルに移転します。ドーフスマンさんはステーショナリーからこの外壁まで全てのものをデザインし、これをきっかけにブラックロックというあだ名がつくようになりました。このブラックロックというあだ名は移転先のビルの外壁に使われていたこの黒い石材からつけられているそうなのですが、そこからあだ名をつけられるというのは当時はあまりに印象的な建物だったっていうのが伺えますね。ちなみに CBS には非常口のサインから80個ある時計の文字盤に至るまでビルのあらゆるところに使用されている CBS ディボット、CBS サンズというような2つの専門書体があるのですが、これもドーフスマンさんがデザイナーのフリーマン・クローさんに依頼して作った書体だそうです。コーポレートフォントが日本で広まったのは本当につい最近の話ですが、アメリカでは1965年にはもうこの考え方はあったということですね。ちなみに80個ある時計の文字盤はもともと違う書体だったんですが、移転に伴い変えさせたというエピソードが残っています。妥協を許さず徹底していますね。この徹底した強い意志からもブラックロックというあだ名がぴったりかなと思います。ドーフスマンさんの力作といえば、長年の友人ハーブ・ルバーリンやその共同経営者トム・カーネイズの協力を得て制作した食をテーマにした巨大な作品、ガストロタイポグラフィカルアセンブリッジです。横 10.6 メートル、縦 2.6 メートルの9つのパネルからなり、
一つ一つ手作りされた1650の木製の文字プレートが全面を覆い尽くしています。このタイポグラフィーの壁は25年にわたり CBS のカフェテリアに残されていました。現在はデザイナーニック・ファシアーノの手によって修復されています。ドフスマンさんは1987年に CBS を退社。その後は CBS の前会長ウィリアム・S・ペイリーが運営する放送博物館でアートディレクターに就任しました。デザイナー仲間であるジョージ・ロイスは、ドフスマンはニューヨークデザイン学校の中心人物であり、完全無欠で無鉄砲な不屈の完璧主義者、そして世界の企業イメージの父であると述べています。